定住じゃなかったので、王宮でのんびりご飯を作ることにしました。主人公は両親を交通事故でガメをべらした後に、クラスからデブと言われたことでこじらせた JK。この JK がもう、ゴールしていいよねを始めた瞬間に、異世界召喚させられたら、性格は好戦的に180度変わるわ、持病の痔は治るわとてっぺん取る漫画。主人公のこの大阪のおばちゃんみたいな性格だったら、ブスって言われたくらいじゃへこたれないと思うのぜ。だから前半の導入がクソ不自然すぎて面白いのぜ。異世界召喚したら容姿が豚で、豚は聖女じゃないということだが、料理が得意な主人公は現代料理無双をして、その国のイケメソおじさん兄弟の胃袋をつかむという感じのラブコメ。作画がとてもお上手なのだが、コミック調の作画なため主人公がデブと言われても全然デブには見えない、むしろ美人の部類。これは竹彦井の上クラスのリアル路線でクソ激烈に作画がお上手な漫画家じゃないとデブとかって書くのが難しいのぜ。この人は作画はとてもお上手なんだけど、あくまでもアイコンを使ってキャラデザするタイプの作家だから、いわゆる漫画の世界には自分のことを美人だと認識している美人とブスだと認識している美人しかいないってやつです。シナリオも面白いし、もしかしたらワンチャン深夜枠でアニメ化するかもしれない作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録